ま、あの人の人気すごいもんね。なんつってもキリ嬢だもんな。オーラ出てるっつうか、近寄りがたいっつうか。しかもキリ嬢グループってこの学校の母体なんだろ。まあね、あんま日頃は考えないけどね。生徒会長という大役を拝命するにあたり、私の所信をお話ししておきます。学園がより良くあるために、一人一人の積極性は確かに大事です。しかし、全員が一つの思いを1年間ずっと切らさず置くのは簡単ではないでしょう。大事なのは、それが途絶えても確実に回る仕組みをいかに作っておくかです。そのために、各自の中の明日への思いを確認し、今この青春の時をどう過ごすのか、現実から逃げることなくいかにして未来を直視するのか、全てはそれにかかっています。私一人の視野では見えないものもたくさんあるでしょう。充実した学園生活を共にするため、皆さんの知恵と力を貸してください。よろしくお願いします。お前意味分かった？